ミスターアパ。どうも皆さんこんにちは、ミスターアパッチです。あ、ちょっと寝癖ですね。今日はですね、パフォーマンス終了後いただいたこちらのたこ焼きの缶詰、これをレビューしたいと思います。見えますかね、これ。まあ今日焼きうどん食べてお腹いっぱいなんですけども、食べてみたいと思います。もともと大阪人なんでたこ焼きにはちょっとうるさいです。なんかポチャポチャ言います。きっと中に液体があると思うんですけども、まあ液体があるっていうことで、ちょっとベチャベチャベチャった感じじゃないかなっていうような想像はします。はははは、たこ焼きの缶詰が美味しいわけねえだろ。開発者が一生懸命考えたんだから美味しいでしょう。うん、とりあえず開けてみましょう。せーの。なんかこんな感じです。ミートボールのような。なかなか出てこない。やや見た目が黒いっすね。なんか全体的にべちょ。中割ると、あー、ちゃんとタコが入ってる。いただきます。べっちゃべちゃです。味は美味しいですよ。やっぱりべっちゃべちゃです。べっちゃべちゃです。なんだろう、また別の食べ物ですね。とりあえずですね、冷蔵庫の中にとろーりチーズがあったんで、もう全面的にかけてレンチンしたいと思います。はい、完成です。いい具合にとろけてますね。早速いただきます。うわ、うまそう。これあっちあっち。チーズの味しかしないです。チーズの味しかしないです。なんだろう、チーズでちょっとイタリア行ってきたかなと思って、七味で日本に帰ってきたって感じです。はあ、いや満足しました。たこ焼き缶詰って言わない方がいいですね。べちゃ焼き缶詰お届けしました。ミスターパッチ TV、チャンネル登録の方皆さんよろしくお願いいたします。やっぱり寝癖だな。